画家である前に詩人であったと言われる青木繁福岡県久留米出身で国の重要文化財に指定された海の幸など明治45年東京上野で転換された時に夏目漱石の書簡にこういう言葉がありました。青木くんの絵を久しぶりに見ました。あの人は天才と思います。あの室中に立つと自ら個人を欲しいと思いますと語っておられます。また良い競争相手であった和田三蔵は青木の面目躍如とさせる思い出を記しています。私が青木くんを思い出すたびによく連想することがある。それは確か明治40年の頃と思います。私が麹町永田町に住んでいた時、ある日突然青木くんが訪ねてくれました。文部省が近く開催するサロンのことでこんなことを言いました。自分が今つらつら見渡してみるに、自分の相手として手応えを感じると思われるのは君あるのみだと。その時しげるは古臭いフロックコートの姿でした。その時青木の態度は暴虐無人の姿でした。こんなことを言いながら甚だ意気軽傷なものがあり、私はそんなことを真面目に考えられないので、そりゃ大いにやろう。しかしお気の毒だが、その栄冠は僕のものだよなどとからかって別れましたと和田三蔵は言ってます。シルクハットにフロックコート、葉巻をくわえ肩にキャンバス、シルクハットにフロックコート、葉巻をくわえ肩にキャンバス。絵を一気に描き上げ、長い道のりを重いキャンバスを肩に引っ越すようにして家路にたどり着きます。絵の中に
ただの音。
어제